もともとジャングルに暮らすインディオにとっては天国も地獄もありませんでした。そういう概念は持っていなかったのです。天国と地獄、そして神という概念をはっきりと教え込んだのはコンキスタドールたちとはまた違った侵入者たちでした。彼らはこの地に腰を据え、インディオたちと共に暮らし始めます。彼らの望みは黄金ではなく、人間の魂でした。日曜日の朝です。ここはペルーにある大きな伝道本部、ジャングルの隅々にまで宣教師を送り込んでいるプロテスタントの古い伝道組織です。私はここから飛行機で宣教師が住む辺境の村に連れて行ってもらうことにしました。私を迎えてくれたのはノーマ・フワウストさんといって、もう30年以上もインディオの教育に携わってきた女性です。全部で135人の村人がいますが、今日はほとんど狩りに出てしまっています。この村に来て何年になりますか？ここではまだ7年です。お仕事はかどっていますか？進み方は遅いですが、今は学校もできましたし、教える先生たちも一生懸命です。先生たちはみんな休みの間は中央に研修に行き、戻ってきてはまた教壇に立つんです。この村に暮らすのはヤミナウア族の人たちです。20年前、どこか遠い地球というところから白い人間がやってきて、ここはペルーという国なんだと教えてくれた。ヤミナウア族の人たちにとってはそういうことなのです。しかし今ではこの村の学校の卒業生から弁護士も誕生しています。マットシャラウアイユアラストワドアイユアフェロワドマットシャラウアイユアフェロワドアイユアフェロワドヨドエム。こちらでは今ノーマ・ファウストさんの方がヤミナウア族の男性から教えを受けているところです。彼女はヤミナウア族の言葉を覚え、それを文字に表記する方法を研究しています。もちろん彼らの言葉で書かれた聖書を作るためです。